今日は、第6章のジェンダーということでお話をしたいと思います。で、まあ、福祉社会学におけるジェンダー視点と。ジェンダーという言葉は、まあ、皆さんこれまでにどっかでは聞いたことがあると思いますけれども、まあ、生物学的なその性差、ということとは別にですね、その社会的にこう作られた、構築されたと言ってもいいですけれども、そういうその男女ということがあるんだと。まあ、小さい頃から、女の子は女らしくとか、男の子は男の子らしくとか、そういう育てられ方をするし、学校でも、まあ、男性、女性っていうふうにこう扱われるし、というようなことで、こう、社会的にこう作られてくる、ということですね。で、もちろんその社会的に作られた、その男、女ということは、まあ、ある種のこう文化ですから、それ自体全部なくしてしまう必要があるわけではないわけで、尊重すべきことなんですけれども、それが、その、まあ、社会的なその有利や不利とかですね、あるいはその権力関係でどっちが、力が強いとか偉いとか、そういうこととこう結びついてくると非常に困ったことになって、現に困ったことになっていると。だからそういうそのジェンダーの作用にこう敏感であるということですね。ジェンダーセンシティブである必要があると、いうことですね。で、まあ、そのジェンダーの社会学というのは、盛ん、研究が、盛んなわけですけれども、福祉社会学でもそういう視点が、必要になってくると。それはまあ、その人々の生活が、そのジェンダーという、こう、作用によってですね、影響を受けているから、その作用を無視しては、人々のその仕事とか、暮らしっていうことは理解できないし、その福祉の、まあ、効果とかですね、働き方、機能というようなことも、うまく捉えることができないので、ジェンダー視点ということが必要になってくると。で、まあ、国際比較的に見ると、そのジェンダーギャップ指数と、ジェンダーギャップインデックスというものを、その世界経済フォーラムというところが出していて、まあ、これが結構有名になっていると。で、まあ、これは後ほどその問題点も指摘しますけれども、まあ、よく言われているのは日本はその全世界、まあ、この場合153、カ国を取り上げると121位であるということで、非常に困ったことだということになっているわけですね。で、その原因は後ほど詳しく見ますけど、まあ、そこで書いてありますね。経済分野115位、教育分野91位、健康分野40位、政治分野144位。まあ、主に経済と政治に関して、そのジェンダー不平等が大きいというふうにこう判定されてしまっていると。で、まあ、非常に重要なところは、その非正規雇用ということですね。女性がその非正規雇用を選択している。まあ、好きで選択してるんだろうというふうに思う人もいるかもしれないけども、それは選択させられる効果、させられていると。まあ、その強制されてるっていうことではないけども、まあ、どっちかを選ぶと言われればこっちを選ぶよねということに、こう、なんていうんですかね、必然的にこうなっているということがあるわけですね。それはその家庭内外の不平等が連結しているから、つまり女性の方がその家庭の中で家事とか子育てを担うことが、傾向があるということですね。で、その、なので、その、仕事については、夫の方が、男性の方が、正社員になって、両方正社員だと、大変なので、じゃあ、まあ、妻の方は、非正規雇用で行くかというような、選択が行われる。安いと、いうことですね。で、まあ、だからそういう家庭の中のその不平等というか、その選択と、家庭の外のその労働市場における選択とか不平等ということがこう結びついているということですね。で、そういうふうにこう、まあ、決めつけやすいわけ。男性はこうだ、女性はこうだ、いうことを決めつけやすいわけだけど、それに、対して、いや、私は違うのにと、いう、あるいは僕は違うのにという、その男性にしても女性にしても、そういうこう、ジェンダー規範、というものにから外れる、
ということで、その生きづらさを抱えている人たちがいると、いうことですね。で、その人たちにそのジェンダー規範を押し付けて、さらに生きづらくさせるのではなくて、なんとかその生きやすくする、方法を考えていくというのが、まあ、福祉社会の課題であろうというふうに思うわけです。で、まあ、近代家族ということがあると。つまり、まあ、今、その専業主婦、まあ、お父さんは、その、会社員とかで働いて、お母さんは家事とか育児を担うという、まあ、その、家事とか育児だけを担う、主婦のことを、まあ、専業主婦というふうに呼んでるわけですけども、それは、その昔からそうだったわけではないということですね。歴史的に、こう、作られたものである。ある、時代に、こう、誕生したものであるということですね。ある時代に誕生したものである、歴史的に作られたものであるということの意味は、何かこう生物学的に最初から決まっているわけではないということですね。ということは、まあ、今後変えていく可能性があるということですね。変わっていく可能性もあると。で、まあ、それはその産業化、まあ、産業革命以来のその工業化の進展で、その職住分離が起こったと。その住む家とですね、暮らしの部分と、その職場、仕事の部分が、こう、地理的、空間的に、こう、分かれた、いうことで、まあ、お父さんが、こう、会社に通勤して、お母さんは、その家を守る、というような、分離が、起こった。ただし、その、まあ、農業、農家は違ったわけですね。農家は、家族総出で働く。あるいはその自営業ですね、そのお店、八百屋さんとか、商店をやってるとか、そういうその旧来型の自営業というのは、一家総出で、働くと、いうようなことが一般的だったわけですね。あるいはその、まあ、労働者階級と書きましたけども、まあ、その一家を担うのにその十分な給料がもらえない、まあ、日給で働くような人たちというのは、お父さんだけじゃなくてお母さんもそういうその、アルバイト仕事を、して、働いていた。それが普通だった。だから、まあ、こういう人たちは、共働きが一般的だったということですね。で、どこでその専業主婦が誕生したかというと、まあ、新中産階級と、まあ、要するにサラリーマンのことですね。日本では、まあ、明治末から大正にかけて都市部でですね、誕生した。それはまあごく一部だったわけですね。会社員とか教員とか役人とか、そういう人たちが、の奥さんが専業主婦になったと。だからなんか最初はこうステータスだったわけですね。こう割とこう、リッチな人の間で、その一家、お父さんの稼ぎだけで一家を養うことができて、お母さんは、家事と子どもの教育、子育てに、集中すると。いうことで、まあ、それが、こう、かっこいい、新しいライフスタイル、近代的な、ライフスタイルだというふうにみんなが認識して、できれば、その、奥さんは専業主婦に、なりたい、したい、そういう感じになったわけですね。で、そういうことを、その、もっと大衆的なレベルで、可能にしたのが、まあ、戦後の日本型雇用と、つまり、そのサラリーマン、そのホワイトカラーの、その職員だけではなくて、工場で働くような工員、という人たちも含めて、その長期雇用にしていく、年功賃金にしていく、そういうあり方が成立したわけですね。だから男性のその雇用で、その一家を養えるだけのその賃金、安定した賃金を得ることができるようになった。そこでその性別役割分業が成立して、お父さんが会社に行って働いて、お母さんは家庭を守ると、そういうようなあり方、まあ、専業主婦、まあ、そういう家庭のことをその近代家族というわけですね。これは以前にも言いましたけど、英語の文献ではこれをトラディショナルファミリーというふうに言うんで、日本語にすれば伝統家族ですけど、日本で伝統家族っていうと、まあ、江戸時代とかの家制度みたいなことを思い浮かべてしまうので、まあ、これを近代家族と呼んでいるわけです。で、そういうタイプのその専業主婦率が一番
ピークを迎えたのが1975年、まあ、私の親の世代ですね。私1972年生まれですから、そういうようなことで、そこが一番こう、女性の労働力率が下がったところで、つまり農業とかで自営業とかが減ってき、たところですね。でそこから先、その女性の、まあ、サラリーマンというか、その、サラリーマンとして働く女性も増えてきた、あるいはパートで就労するような女性も増えてきたということで、75年以降は女性の労働力率がまた上がっていくと、その谷間が、75年であると、いうことです。で、まあ、そういう家族の在り方では、その女性奥さんの方のその家事労働というのは、まあ、アンペイドワークであると、不払い労働、まあ、支払われない労働であると、家で働いてもそれで給料がもらえるわけではない、いうことですね。なんかお父さんから、いや、うちでこう家事をやってる、これ家事手伝いだなんだったら、給料を、よこせというようなことを言う奥さんがいるかもしれないですけど、それは実際には行われないことが多いわけですね。でこういう支払われない労働、アンペイドワークっていうのは別に家事だけではなくて、例えばそのお父さんが、お父さんとは限りませんけども、その会社員が、サービス残業っていうようなことをする。普通の残業はその残業手当がもらえる残業ですね。それに対してその給料は増えないけれども、仕事が終わらないので、あるいは自分の成績を上げたいためにですね、その残業手当をもらえないのに残業する。これはサービス残業というやつですね。これはアンペイドワーク。で、それだけじゃなくて、社会の中で、例えばその PTA の仕事をするとか、町内会の仕事をするとか、これはボランティアですね。ボランティアっていうのは、まあ、自発的に、支払われない労働をすることなわけです。で、サービス残業ってのはこれ良くないことですね。これはつまり労働市場の中で、本来ちゃんとこう、労働力を売ったらその対価として、報酬が支払われなきゃいけない、のに、それは支払わないっていうのはこれは法律違反、労働市場のこう原則に反しているのでこれはダメだ。だけど PTA とか町内会とかボランティアとかですね、そういうところで、なんかこんなに働いたんだから給料をよこせっていうような話ではないわけですね。これはボランティアですから、その、なんていうんですかね、世の中で、その、有用な労働、つまり役割を果たしているという人が、すべて必ず、その、賃金をもらってるとは限らないわけです。で、むしろ、まあ、そうすることがそんなにいいとも限らないわけですね。だから、家事っていうのは、微妙なところですね。まあ、ボランティアなんですけど、だからその家事にがアンペイドだからけしからんっていうのは私はそんなに賛成ではない。ただそれがその、女性奥さんの側にこう、こう不平等にですねこう集中しているというところが問題だろうと、それはその家庭の外の稼ぎですね。その労働市場におけるそのどんだけ稼いだかということが家庭内の立場にこう影響を与える。例えばその正社員で働いてるお父さんと、パートで働いてるお母さん、あるいは両方正社員で働いてたとしても給料の高い方が威張ってる。お父さんの方がたくさん稼いでるんだから、お母さんに対してですね、お前はそんなに稼いでないんだから、家の中で家事とか子育てをもうちょっと多めにやるのは当たり前じゃないかというようなことになってくるとかなり問題というかね、まあ、そういうことを2人で話し合うのはいいんだけれども、 それが当然というふうにこう決めつけて、なんていうんですかね、権力的にですね、それを押し付けるというようなことでは困るわけです。で、まあ、要するにその現代社会というのはまあ市場社会なわけですね。だからその貨幣ということが非常にこう重要な、重みを持っている。だから稼ぎがどんだけかということが非常に重視されている。まあ、稼ぎばかりが重視されているという社会で、その、まあ、アンペイドワークを担う、ただ働きを担うということは、必然的に、その人生のこう不利を、背負ってしまうことになると、いうことですね。
なので、だからといってですね、じゃあ、あの、女性も稼ぐようにしたらいいと、男性と同じく稼げばいいと。で、支払われない労働である、家事、子育てとかですね、PTA とか町内会は、もうやらなくてもいいとか、あるいはそういう、その支払われない労働には、意味がないとかですね、価値が低いというように判断する、そういう社会でいいんだろうかというのは私は疑問に思っています。だから、その、男性だけずるいので女性も稼ぐようになる、そういうことで解決ができるかっていうとそうではなくて、むしろ男性も、家事とか PTA とか町内会とかですね、そういう支払われない労働をこうそれが有用であればですね、社会的に有益な、活動なのであればそれをこう担っていくと、担えるようにしていく、そういうその社会を作っていく必要があるんじゃないか。で、まあ、女性も、女性活躍とかっていうとですね、その男性は仕事、女性は家庭も仕事もやんなきゃいけないっていうようなことでは困るわけですね。男性も、その家庭も仕事もというふうになっていかなければいけないということです。で、そこで男性の家事、育児、介護という話になるわけですが、まあ、それがそんなには進んでいないという話で、教科書のテキストのデータよりちょっと新しいデータを調べてきたんですが、昨年の、まあ、育休取得率ですね、育児休業の取得率というのが女性が 83% で男性が 7.48% ということで、その教科書に載ってるその2010年が 1.38% ということですから、その 7.48%、まあ、この9年間で、ここまで増えてきたと。いうことは言えるわけですけれども、まあ、それでも男性と女性で、まあ、10倍の開きがあると、大差があるということですね。ただ、この数字はですね、ちょっとこう、眉唾で、育児休業の取得率というのは、その、働き続けてる人のうち、子供が生まれて、育児休業を取得した人の割合。だから、子供が生まれるのきっかけに仕事を辞めた人とかですね、転職した人とかですね、そういう人はこの数字の 100% 分母に含まれてないんですね。なので女性がその、あ、 83% も育休が取れるんだと思うと実は間違いなんですね。その出産した人のうち、どういうふうに働き続けるかということで、その働き続けてる人の中でその育休を取得している人っていうのは、そのトータルの中ではもっと少ないんですね。だからこれ計算し直さなきゃいけないんですけど、この数字が結構、世の中には出回っているので、実は眉唾だというふうに思っています。それからまあ家事に関するその男女不平等ということで、この教科書には、1日のその家事時間が女性が 94.5 分に対して男性が 15.4 分と、非常に差があるということですけども、これは育児の時間は含んでないんですね。純粋にその家事、多分その、その料理を作るとか掃除とかそういう時間だけで測っている。それにしてもこんだけの男女差があるということですね。で、先ほど言ったようにその労働市場におけるその、どんだけ稼ぐかということが、家庭内のその、不払い労働の、分担ということに影響を与え、やすいということで、その統計を調査を分析してみるとですね、正規雇用の妻の夫の方が、家事時間は長くなる傾向があると、つまり妻がこう稼いでると、夫が、まあ、ちょっとは家事をやろうかということになる。ただしそのどんだけ稼いでるかということで平等に分担してるかっていうとそんなことはなくて、妻の方が、家事時間が長くなる傾向があると、いうことですね。で、介護の方はどうなってるかっていうと、まあ、3世代同居っていうのはこうこの間かなり減少してきていると、その結果としてですね、その3世代同居であれば、まあ、妻かそれから嫁かですね、あるいは娘が介護をするというパターンが、まあ、
ちょっと前だったら多かったわけですけども、現在はその、高齢者は高齢者だけで、住む傾向があるので、その場合その妻が、介護が必要になったら夫が、介護をするという、だから、老老介護で、おじいさんがおばあさんの面倒を見るというような人が増えている。あるいはその離れて住んでいるそのお父さんやお母、あの年を取ったお父さんやお母さんが介護が必要になったという時に、その離れて住んでいる息子が、介護をする、あるいはまあそのそれを機会にその同居するとかですね、そういうパターンも増えていると、いうことで、男性介護者というのが、増加しているということですね。これはあの過去に名古屋大学の卒業論文で、こういう問題を扱った人も先輩もいたんですけれども、まあ男性介護者、独特のですね、いろんなこう困難っていうのがある、なかなかこう、一生懸命頑張っちゃってですね、こうなんていうか愚痴を、人に聞いてもらえないので、かえってこう、介護される人に対してこうきつく当たる傾向があるとかですね、まあその抱え込みやすいというような傾向が女性介護者に比べてあるんじゃないかというような研究をした先輩がいました。で、これはですね、さっきのその家事時間の話で私が作ったデータなんですけども、まあ日本だけがですね非常にこう、家事時間が男女不平等が大きいのかっていうと、そんなことはないという話で、この中に色がついている、のが左上のがあの女性です、各国の女性、で、白抜きになっているのがあの右下がその、男性です。だから男性と女性で家事時間と賃金労働の時間にこう差があるっていうのは、まあどこの国でもそうなんですね。別に日本だけの話ではない。で、ただその男性があの労働時間、賃金労働の時間が非常に長くて、一方その家事労働の時間が非常に短いというのは、まあ一番ひどいのが日本ですけども、韓国、台湾もそういう傾向があります。で、面白いのはですね、女性、台湾の女性ですね、台湾の女性は、まあ、ヨーロッパの男性並みに、しか家事をしないと。で、男性、ヨーロッパの男性並みに、賃金労働に従事していると、いうことですね。で、ジェンダーと、まあ、支援、ケアと、いうことですが、ケアっていうのは、まあ、あの、すでに、お話をしたところですけども、まあ、なかなかその捉えがたい、性質を持っていると、例えばその、そこにあるそのおむつを替えるというようなことを考えてみて、そのすぐおむつを替えてあげようと思えば、そういうことが必要になるまでこう待ってなきゃいけない。だから待機の時間も、ケア、になってしまう。それからまあそのケアっていうのはその対人サービスというかですね、このコミュニケーションを伴っているので、まあケアとその愛情というものがこう、なんていうか分かちがたく結びついていると、明確にその切り分けることがなかなか難しい。それはなぜかといえば、そのケアということがあのもともとその家族の中で行われてきた、労働だからいうことですね。で、まあ繰り返しですけど、近代家族というのはその日本型雇用とセットになってるんだ。日本型雇用というのはまああの労働市場のところでお話をしましたけども、まあ長期雇用、年功賃金というようなことで、それはまあその男性を中心に考えられていた。男性の雇用を安定させることによって、その一家の、生活を安定させると、そういう会社の方針というかですね、男性にこう長く勤めてもらう、なので家族の側でも、じゃあお父さんが働いてお母さんはそれをこう支える関係になると、そういう近代家族のあり方が割とこう強固に成立してしまっているわけですね、成立してしまったわけです。
でそのことを、まあ、1980年代の日本政府はですね、日本型福祉社会ということを言ってですね、まあ、自民党をあるいは厚生省も言ってたわけですけども、日本はそのヨーロッパと違ってですね、こういうその、家族の絆が深いんだと、家族でこう、高齢者や子どもの面倒をちゃんと見ることができるので、ヨーロッパのようにその福祉、国家の福祉がこうあんまり頑張らなくても、大丈夫なんだというふうに1980年代には鷹をくくっていたというかですね、そういう議論がまことしやかに行われていたんですが、その後の展開を見るとまあ決してそうではないということですね。で、まあ、介護をめぐるそのいろいろ社会問題になる、介護地獄みたいなことが起こってきたりとかですね、これはとても、高齢化が進んできて、その家族だけで、その支えることができるような問題ではないという認識が強まって、介護保険というのができた。これは日本のその家族あるいは日本のそのケアということにおいて画期的な事件だったわけですね。で、その介護保険をきっかけとしてそのケアの社会化と、家族で全部背負い込むんじゃなくて社会で支えるという仕組みがある程度できてきたということですね。で、まあ、その社会化とともにその民営化が進む、つまりそれを国家が担うんじゃなくて、そのサービスの提供は、まあ、民間 の, その企業とかまあ、ボランティア団体もちょっとはある、 NPO もちょっとはあるんですけど、多くはその民間 の, その、介護会社ですね、企業が提供するようなサービス、そこにその料金の負担はその介護保険でやっていくと、賄っていくと、そういう仕組みが2000年以降出来上がってきたわけです。でそれは非常に、まあ、いいことだったというふうに言えると思うんですね。まあ、これもそのある立場からですけども、立場から言っていいことだと。それでもその担い手は女性、つまりあの介護保険でその介護サービスを提供するその介護労働者、まあ、その有償のその賃金をもらって、サービスを提供している介護労働者も女性であると、だからこれまで家の中でやってたのも女性だし、その市場化あるいは社会化されて、それを担っているのも女性だということですね。でそのだからこそですね、そのなんとなく低賃金になっていく、これまで家族でやってたことだから割と簡単なことだというふうに思い込んでしまって、まあ、単純な労働なので賃金も安くすると。で、まあ、介護の場合は特にその介護保険という制度でその何をやったら何点、その何点がいくらというその介護報酬ということに結びついているので、要するにその、まあ、その部分社会主義なわけですね。つまり価格を、まあ、計画経済と言ってもいいですけど、価格を政府が決めている、そこがその非常にこう安く抑えられてるわけですね。で安くしないと介護保険の保険料が上がってしまうので、そうすると安くするとその低賃金になるということで、その介護保険の下でそのケアを担っている人も、その低賃金になりやすい、弱い立場に置かれやすいということで、そのケアする人のケアも必要だということになってくるわけです。もちろんその、そういうその介護保険の介護労働者も、支援しなきゃいけないし、その依然としてしかしその家族で、ケアをしている人もいる、そういう人たちのことも、考える必要があると。それから暴力の問題、性暴力の問題ですね。これはあの前回お話をしたそのグローバル社会政策の例ですね。まあ、まずその国連で1993年に女性に対する暴力撤廃に関する宣言というのが出された。でそれをその国内で、まあ、その日本も国連に加盟してますので、こういう宣言が出たらそれをこう批准しなきゃいけない。で国内でその批准するためには、これ条約とかも一緒ですけど、あの国内法をちゃんとこう整備しなきゃいけない。その宣言を単に受け入れるというだけではなくて、それを国内で実効性を
確保するために、法律を作んなきゃいけない、そういう理由でその DV 法とか、それからセクハラに対応するその、男女雇用機会均等法の改正というようなことが行われた、まあ、それぞれ2001年に DV 法、それから改正均等法は99年ということですね。まあ、グローバル社会政策のところで言いましたけど、こういうふうにその国際的にこう社会政策の何かが決まって、それがその各国、まあ、特に途上国はそうだというふうに言いましたけど、日本なんかでも、そういうことで、新しい取り組みが進んでいくということがあるわけです。で、まあ、DV っていうのはその親密圏における、暴力ですね。その家族とか恋人とか、そういう、まあ本来こうお互いをケアし合う関係、のはずのところでその暴力が起こるっていうと、普通のあの何ていうか友達とかですね、あるいは赤の他人、見ず知らずの人から暴力を受けるよりもよりこうショックが大きいわけですね。そういうところをちゃんとこう保護していかなきゃいけないだろうというのが DV 法ですね。からセクハラ、これもあの以前であればそのセクハラって言葉はなかったわけですね。なんか変な人がいるなっていう感じだったわけですけど、変なことやるなっていう感じだったわけだけど、それがその居心地の悪さがセクハラという名前がついてですね、これはあの良くないことなんだということをこういう、改正均等法などの時期にですね、そうあの我々は学んだわけですね。そういうセクハラという、 こう概念ができて、ああなるほどこれはセクハラだったんだというふうにこう理解したわけです。ただしこれはその男女雇用機会均等法に加えられたので、これは職場のセクハラだけを扱っていると、だからその学校の友達とかですね、あるいはもっと違うその、なんですかね、サークルの友達とかそういうところで起こるセクハラは、この法律では扱っていない、もっと他の法律で扱っている、いうことですね。で、まあこういうその性暴力というのは、まあその男性優位社会ですね。男性がその強い権力を握っているような社会では、その男性が加害者になりやすいと。だからなんかこう男性だけが生物学的に凶暴でですね、その暴力を振りやすいとかそういうことではなくて、権力と結びついているんだと、いうことですね。だからあの、まあ、今すでにその女性があの女性活躍で、その女性がだんだんこう強くなって、まあ、まだその全体として見れば男性優位社会ですけども、例えば上司が女性であるとか、学校の例えば大学の教授が女性であるなんてことはすでにあるわけですね。だからそういうところでは女性も加害者になる可能性がむしろ高まっているということですね。で、まあ、あの男性にしろ女性にしろですね、要するにその性暴力というのはその、性差別をこう作り出して、維持するものだと、いうことで、性差別というのはこう良くないわけですね。だから性暴力というのはそれをこう強化するということは、あってはいけないんだと、いうことなわけです。それからまあ介護あるいは介助をにおけるそのジェンダー、あるいはセクシュアリティという話で、まあ介護とか介助というのはその、まあ身体、に働きかけることだということですね。排泄とか入浴とか、着替えとか、まあ、裸になる、いうような、あるいはその肌に触れるようなことを伴うわけですね。でそこでまあ他人なのに、あるいは家族でも、なんかこう今までそうじゃない関係だったのに、なんかそういうことをやるっていうのは当惑があると、戸惑う、いうことですね。で、まあ教科書に書いてあるように、まずはその女性が介護されるなら女性に介護されたりとかですね、男性が介助すればそんなに恥ずかしくはないというようなことがまずは思いつくわけですけれども、まあその LGBT の話があるように、そのまあ男性だからとか女性だからとか思ってると、その
その人は実はそこに居心地の悪さを感じる場合があるわけですね。だから同性だから必ず良いというわけではない。あるいはそもそもその同性であってもですね、そのなんかこう他人に体を触れられたくないとかですね、そういうようなこと、居心地の悪さというのはあるんだと。で、115ページですね、その感情規則というのがあって、感情規則というのはある状況において感じるべきものとされして共有されている感情、例えばその解除という時には、なんかそういう別にあなたと私とそんなにこう親密な関係ではないんだから、そこでなんか恥ずかしいとか、なんか そういう関係じゃないですよねみたいなところで、そういうなんとなくこう、そういう感情が生じると、それは感情規則からの逸脱と、いうことになって、当惑が生じると、いうことですね。で、まあ、こういうことはゼロにすることはできないですね。だから必ずこう一般的な解決策、こうしたら必ずうまくいくみたいな、そういうソリューションがあるわけではないと、いうことですね。で、まあ、社会学として言えばですね、その相互行為として捉える、つまり、相手はどう思うだろうか、あるいはその、介護をする人の側の立場から考えて、どう見えるんだろうか、だからお互いがお互いの関係をどう 見ているか、どう見えているかっていうことにこう配慮しながらというかですね、あるいはそれをこう社会学で言えば それをこう調査することが必要ですし、あるいはその社会関係としてはそういう相互行為なんだということ、お互いのことを配慮しなきゃいけないよねと、いうその一般論で、なんか切って捨ててはいけないよねっていうことが、まあ、社会学から言えることですね。これはさっきの、性暴力、そのセクハラとかですね、DV に関しても言えることですけど、まあ、性暴力、に関してはそのもちろん法律もあるから法律を守んなきゃいけないのは当たり前なんですけれども、じゃあ法律を守ってればそれでいいかっていうと、そこで法律を超えてですね、なんかこう不快に思う人がいたりとかですね、するわけですから、そこでなんかこう、なんていうんですかね、法律コンプライアンスを守ってればいいとかですね、ポリティカルコレクトネス、コレクトであればいいという、なんていうか、一般的な回答だけで十分だというのはあんまり社会学的ではなくて、その相互作用として相手はどう捉えてるんだろうかというふうに考えることが必要だろうというふうに思います。次、まあ、税制社会保障におけるジェンダーバイアスということで、まあ、公的年金でモデル世帯っていう言葉があるんですね。116ページの真ん中あたりですけども、まあ、年金にその第2号被保険者、これは、まあ、サラリーマンなんですけど、サラリーマンは、まあ、基本的に厚生年金をもらうに加入すると。で、厚生年金に、まあ、40年加入する、つまり、まあ、多分大学を卒業して会社に就職して、まあ、60何歳まで勤める、いう、そういう夫と、それから同じ期間、専業主婦を続けてきた妻、それがモデル世帯であると。で、そういう家族で夫婦合わせて年金が、月例えば20万円、もらえますよとかっていう計算をしてるんですね。で、まあ、20万円あれば、老後の、生活はだいたいうまくいくかなとか、まあ、もうちょっとあった方がいいかなとか、まあ、いろいろそういうふうに考える。だからある特定の家族のあり方をそのモデルとして考えている。だからそこで共稼ぎの場合はどうなるのかとか、あるいは離婚しちゃったらどうするのかとか、そういうことはあんまり考えてない。いうことで、その公的年金において、その先ほどから、話に上がっているその近代家族というものをモデルに、考えている。
でこれは年金だけではなくて、まあ、税制ではそのモデル世帯という言葉はないんですけど、まあ、ほぼそういうことを考えていて、そういう家族にとってうまくいくように制度が設計されている。まあ、これはある程度しょうがないところがありますね。みんながそういうふうに暮らしているので、あるいはそういうのが多数派なので、そういう人たちに便利なように制度を作る。で、第3号被保険者という問題があって、第3号被保険者というのは、まあその第2号被保険者の配偶者、まあ主にそのサラリーマンの奥さんですね、専業主婦、あるいはまあ兼業主婦という言い方が116ページに書いてありますけども、年収130万未満まで認めるということなので、パートタイムで働いているような人はここに含まれるわけですね。専業主婦、兼業主婦を含めて、保険料を払わなくても年金、基礎年金がもらえるということなんですね。で、この制度は、まあ、その、この制度がないとですね、そういう、高齢の女性で、年金がもらえない人がこう増えてきてしまう。で、その人たちも、その、まあ、主婦って言っても、その、先ほど言ったように、その家事とか子育てとか、あるいは PTA か町内会かわかりませんけど、社会の中で、その役割をこう果たしてきた人たち、ですから、年金をもらう権利があるんだということなわけです。ただしそうすると、じゃあ共稼ぎの、奥さんも正社員で働いてた2号被保険者の人と比べて、なんか第3号被保険者の人は、保険料免除で年金がもらえるのはずるいじゃないかとかですね、あるいは、その、同じくパートタイムで働いていても、結婚してない人もいるわけですね。そういう人は年金、保険料払わなければもらえないのに、その結婚すると保険料払わなくてももらえるなんてのはずるいじゃないかとか、あるいは離婚した人はどうするんだとかですね、いろんな問題が出てきて、そういうその、暮らし方ですね、家族のあり方に、その、まあ、中立ではないということですね。生き方に対して中立ではないということで、批判も出てきていると。で、まあ、それはそれなんですが、まあ、もっと問題なことは、その逆の方向で、その母子世帯ですね。母子世帯っていうのは、まあ、その生活苦しい場合が多いわけですね。その、お父さんとお母さんで、仕事と子育てをして、やっていくというのが、そのお母さんだけで仕事も子育てもしなきゃいけないというと結構大変なわけですけれども、だからよりその、まあ、福祉によるそのケアが必要だというふうに思うわけですけれども、ケアっていうのはさっきの意味でのケアではなくて、その、所得、保障なりですね、そういうことが必要になってくると思うわけですけども、日本の制度はそうはなってないというのが、まあ、大沢真理先生などの研究で、指摘されているんですね。母子世帯の貧困率はその税金社会保障の再分配後の方が、むしろ上昇する、悪化するんだと、つまり税金や社会保険料を払って、そしてそのもらう側ですね、いろいろ児童扶養手当とかもらえるんですけども、その差し引きで言うとむしろ損してると、言うんですね。例えば高齢者だったら税金払って、年金をもらえばもらう方が多くなるんで、再分配後の方が貧困率は下がってるんですけども、母子世帯だとそうではない。で、これは諸外国ではそうではないんですね。日本だけなんですっていうのが、非常にこう批判の、対象になっている。まあ、それもですね、その日本のその福祉のあり方が、その標準的な家族のあり方、モデル世帯のあり方を外れた暮らし方をする人に対して非常にこう冷たいんじゃないか、差別的なんじゃないか、というようなことが言えるわけですね。まあ、制度のそのジェンダーバイアス、いうことをこう検証していく必要があるだろうということ。で、まあ、そのお金の話だけではなくて、
社会サービスにおけるジェンダーバイアスということですね。まあ、そこの118ページには、例えば保育所の保護者会で、その保育士さんたちがその子育てをするのは、まあ、お母さんたちっていうふうに思っている、お父さんが来ててもお母さんたちっていうふうに呼びかけるというような、まあ、そういうことがそのジェンダーバイアス、つまり特定の、その男性はこういうものだ、女性はこういう役割を果たすものだっていう、その特定の、まあ、想定をしている。こういうことが標準的なあり方だという想定をしているということですね。で、まあ、最近ではイクメンっていうようなことが言われているけども、まあ、そのイクメンが褒められるのは、それは普通ではないから、つまり、お母さんは、子育てをしても褒められないのに、お父さんは子育てをすると褒められるみたいなことも、まあ、ジェンダーバイアスであろうというようなことが書かれています。で、まあ、近代家族モデルから外れることがなかなか大変だということですね。それはさっき言ったその母子世帯の問題。で、母子世帯はその経済的に大変なんですけども、父子世帯も大変なんですね。父子世帯は、もちろんお父さんがその仕事と子育てと両方やんなきゃいけないっていう点で、まあ、その母子世帯と同じ困難も抱えてるわけですけども、父子世帯の場合は、そこの119ページの真ん中よりちょっと上に書いてありますけども、お父さんが例えば正社員で働くっていうと、その仕事の方で当然正社員なんだからこんだけの役割が求められますよねっていうことで、男なんだからちゃんと一人前に働いてくれなきゃっていうことで、仕事のプレッシャーが結構きつい。で、それと、子育てを、同時にやんなきゃいけない。で、まあ子育てとか家事とかは、まあ女性の役割ですよねとかっていうふうに、なっているとかですね。あるいは、その福祉制度の中で母子世帯は割と大変ですねっていうことになってこう相談とかしてくれるんだけど、父子世帯はそれが見えにくくなっていて、支援の対象から外れてはいないんですけども、なんか往々にしてちょっと忘れられているっていうことがあったりするということで、なかなか大変なんだと。そこに上がってる文献もそうなんですけども、まあ、ちょっと古いですが、その春日喜寿代先生という人の父子家庭を生きるっていう、本があって、その父子家庭の、その生きづらさ困難、からその社会のそのシステムの問題点がこう見えてくる、逆照射されて見えてくるっていう、そういう趣旨の、研究がありますので、興味のある人はぜひ読んでいただきたいと思いますね。で、そういうふうにしてですね、制度の中に、その、まあ、家族はこういうものだとかですね、あるいはその男性はこういう役割を果たすのが標準ですとか、女性はこういうものですと、こういうのが当然ですっていうような、まあ、望ましいあり方がこう想定されている。あるいは制度でなくてもですね、その保育士さんとか、あるいはそのソーシャルワーカーとか、専門職の人とか、そういうその支援をする側の人がやっぱりそういうことを想定を持っている場合があるわけですね。で、それはまあある程度まあ自然というかしょうがないことでもあるんだけど、それによってこう生きづらさを感じる、という人が出てくると困るわけですね。だから社会にその潜むそういうジェンダーバイアスに、敏感である。これは何もその、そういうものを全部ゼロにしろと言ってるわけではなくて、少なくとも私はそうは思ってなくて、なんですが、それによって何かこう生きづらさを感じている人がいるということにこう敏感である必要があると。で、それでその問題をどうやってこう乗り越えていったらいいだろうかっていうことをこう常に考える。何かこれは当たり前だから考えなくてもいいんだっていうふうにしてしまわないことが重要だというふうに思っています。で、ジェンダー平等ということですね。女性優遇は逆差別かというので、まあ、女性車両、女性専用車両の話が120ページに例として出されていますが、まあ、要するに、その、
痴漢とかですね、そういう性暴力があるので女性専用車両というのが必要になってくるので、これは別に優遇というわけではない。完全にその男性と女性で取り扱いを平等にすればジェンダー平等が実現するとは限らないというかですね、わけではない。だからむしろその、積極的にこう差別取り扱いを変えることによって、積極的差別することによって平等を達成するということも必要になってくる場合があるということですね。で、まあ、最初にも出てきたそのジェンダーギャップ指数、ジェンダーギャップインデックス GGI というのがまあ流行ってるわけですが、これはまあちょっとあの問題もあるというふうに思っていまして、つまり4項目で見てる、まあ、あの大きく分けて4項目で見てるんですね。経済参画、政治参画、教育、健康ということで、その各国のそのジェンダー不平等度を測定して、まあ、より一番平等な国から一番不平等な国まで上げて、まあ、日本は121位と、先進国の中で最低という、まあ、非常に不名誉な、結果になっているということで、まあ、言われているわけですけども、これはちょっとトリックがありまして、まずその教育と健康ではあんまり差がつかないんですね。だから、まあ、ほとんどその順位には関係してない。だから、まあ、経済的な参画ということと政治的な参画ということで見ているわけで、それ細かく言えばいろいろあるんですけど、経済参画ってのは何かっていうと、主にその、賃金格差ですね。男女のその賃金格差の大きさで、その賃金格差がなければ、あの、一番の方で、賃金格差が大きいほど、こう、下の方になる。から政治の方もいろいろあるんですけれども、まあ主にはですね、その議会の中でその女性議員の比率ですね、男女格差、その議員の、議員数の比率がその男女同数であれば、あの、非常に平等だ。で、その女性議員が少ないほど、ジェンダーギャップがあると。そういう測り方をして、まあ、他にもいろいろあるんですけど、主にはそういうところ。で、まあ、すでに日本は成績が悪いので、あの、それは大いに反省すべきなんですが、例えばですね、経済参画の方でその非常にこう賃金格差があって、つまり男性女性じゃなくて、例えばその大金持ちのですね、社長さんはすごいたくさんお金をもらっていて、そのパートの人は全然お金をもらえないとかですね、正社員でもその格差がある、賃金格差があるような社会で、男女の格差はない社会っていうのもあるわけですね。あ、まあ、格で考えてくれてもいいんですけども、非常に賃金格差があっても、男性女性で差がない。つまり、女性もたくさん稼いでる人もいれば、全然稼いでない人もいる。つまり、男性も女性も金持ちもいれば、貧乏な人もいる。みたいな社会は、ジェンダー平等だというふうに判断されるわけですね。あの、まあ、それと丸同じではないですけど、例えばアメリカなんかはそういう傾向があるわけですね。その非常に格差社会だけど、男女の差は、あの、それほどはない。まあ、ありますけれども、あの、比較的小さいというようなところは、あの、点数が高くなっているわけです。で、それからまあ、政治に関して言えばですね、あの、議会の議員の比率で決まりますから、その議会が民主的であるかどうかということは全然評価してないわけですね。あの、だから例えば、あの、すごい独裁国家で、大統領の親戚、あの、議員は大統領の親戚、みんな親戚みたいな国がもしあったとしてですね、あの、具体的にどこの国とか言うと、あれですので、架空の例で考えますけれども、例えば、大統領の親戚、男性50人と女性50人で議会を構成しているような国は、ジェンダー平等な国だというふうに判断されるわけです。で、日本は、あの、男性も女性もですね、普通選挙を実施していて、非常にその点で言えば民主的な国だということになっているわけですが、そういうことは、あの、この、ジェンダーギャップインデックスにはこう評価されないわけですね。だから民主的な選挙をやってない国でも、男女同数で、議員が男女同数であれば、ジェンダー平等である。だから、この
ジェンダーギャップインデックスは何を測っているのかということですね。だから非常に独裁国家の格差社会でも、男女平等であれば男女平等だ。まあそれは一つのその物差しとしてですね、有効だと。そこに焦点を当てて研究するっていうのは、非常に重要なことなんですけど、それだけが望ましい社会の指標ではないということは分かっていただけると思うんですね。だから民主主義も重要だし、それからそのジェンダー不平等だけではなくて、その階層不平等、階級不平等というのがあるわけですね。階級格差、そういうことも問題にしていくべきだろうと、だから望ましい社会の中の一つの要素としてジェンダー平等というのがあってあるのであって、ジェンダー平等だけ解決すれば社会が望ましくなるというわけではないということですね。まあそうは言ってもですね、それで日本の順位が低いのがそれで免罪されるわけではないのは当然ですね。経済参画に関して言えば、まあ日本型雇用というあり方が、女性に対して非常にこう差別的に作用しているというのは明らかですね。正社員と非正社員をこうあまりにこう待遇をこう、差をつけすぎているわけですね。それをこうなるべくこう平等化していく。もちろん働きの役割が違いますから、丸同じにするわけにはいかないんだけど、なるべくそこをこう垣根を、低くして、まあ、正規非正規をこう横断していくことができるとか、あるいは非正規でも、ちゃんとその保障すべきところは保障していくとかですね、そういう工夫が必要になってくるだろうというふうに思います。それからまあ女性議員を増やすっていうのは最近そういう運動もあるんですけれども、まあ、一つの原因は小選挙区制にあります。これはアイバーセンとローゼンブルスというアメリカの政治学者が、国際比較で明らかにしたんですが、女性議員の多い国っていうのは、まあ、比例代表制を取ってる国が多いんですね。比例代表制のっていうのはその名簿に、各政党の名簿に名前を載せておけば、その政党が得票すれば、そこの名前が載ってる人が、上から順番に当選していくという仕組みですから、名前さえ載せておけばいいんですから、まあその政党の幹事長とかが、女性を登用すべきだというふうに考えれば、女性の議員が増えていくと。それに対して小選挙区っていうのはこうその1人しか当選しないので、こう結構その選挙区に張り付いてですね、長年その選挙区で、選挙区の住民とですね、たくさん握手する。どれだけこう人に会って握手したかによって票が決まるというような、 あり方。だから日本型雇用とちょっと似てるんですね。その長年そこでやってると当選するみたいな。だからそういうこう、なんていうんですか、フルタイムで、その選挙区に張り付いてなきゃいけない。そういうあり方が女性に不利に作用してるんじゃないかというような研究があったりするわけですね。まあ、だから比例代表にするかっていう話もありますけど、まあそういう、まあ、比例代表にしろ小選挙区制にしろ、その候補者の何割かを、女性候補にしなきゃいけないというようなことをその国会で議決できるならですね、そういう、方法もあるかもしれないということですね。で、最後にその平等化再化ということで、その平等にしていく、もちろんそのジェンダー平等っていうのが大切なことは言うまでもないわけですけれども、じゃあその女性も男性みたいになっていけばいいのかという問題があるんですね。女性、これまで女性が担ってきた価値っていうのがあるわけですね。このケアとかですね、いろんなことがあると。だから女性が男性並みにこう企業戦士になって、バリバリ働く、のそういう女性が出てきてもいいんですけども、みんなそうならなきゃいけない。で、それがその平等だっていうことでいいのかどうか、女性が担ってきた価値を守んなきゃいけないんじゃないかという、その差異を大事にする、その平等か差異かっていう、そういうジレンマが、これまでずっと、あったんだということが、その121ページに書かれていると思います。で、その、まあ、
解決策というかですね、考え方の一つとして、そのナンシー・フレーザーのこう何回か出てきた、総ケア提供者モデルということで、つまりこれまで男性が担ってきた価値、これまで女性が、これまでとか過去にですね、女性が担ってきた価値、それぞれをその男性も女性も引き受けるということですね。だからつまり女性だけじゃなくて男性もケア労働も引き受けるということでないとうまくいかない。みんながみんなその、ケア労働とかですね、アンペイドワークを金繰り捨ててですね、そういうものを軽蔑してですね、賃金労働、お金を稼ぐところだけで、バリバリ働くと、そういう社会では、あまり魅力的ではないなと、男性も女性も、そういう、賃金労働とそのアンペイドの部分、ボランティアの部分と、あるいはそのケアの部分と両方担うような社会にしていかないと、うまく回っていかないんじゃないかなというふうに思う。